さんこんにちは、くまぱ園芸ナビゲーターこめです。今日はね、モンステラのお話をさせていただこうと思います。今のモンステラも重要なんですが、それよりも私が今一番心配しているのはこちらです。今日はね、こちらの方の作業をしていこうと思います。それと同時に、まだね、今こちら東京基準ですが、気温がまだね、20度はあるので、十分成長はしてくれています。でもこの後急に、毎年違いますよね。お天気予報ちゃんと見てくださいね。ガクンと下がる日もあるので、今のようにね、外に出しているモンステラ気をつけてください。ということで、冬前にやっておいた方がいいこと、私みたいにもやもや迷ってるうちにもうこんな時期になってしまい、焦ってる方、この動画をご覧いただいている中にはいらっしゃいませんよね。大丈夫ですよね。もしもそういう方がいらしたら、参考になれば良いかなと思って、今日は動画を撮らせていただいています。ではまずね、こちらから行こうと思います。レッツ作業スタートになります。くまぱ園芸、ではね、いろいろ迷ったんですけど、ライトの横あたりからカットしてみようと思います。ちょっとキャタツを登って、ここちょうど徒長仕掛けてるっていうのと、この上の葉が傷んでるということで、ここで、近いうちっていうか今年中にね、ちょっと引っ越しもうちはね、ちょっと考えているので、これ長いのダメなんでカットすることにしました。うわー、切れました。どうかな、売ってるかな。で、上の方がね、ちょっと引っかかっちゃってるので、丁寧に傷めないように外しますね。切れました。やったー、こんな感じです。映ってんのかな、これ。こんな感じです。どうしよう、よいしょよいしょ。どう、映ってた、大丈夫。ちょっと待ってね、カメラ切り替えますね。カメラちょっとね、場所を変えて撮り直します。撮れてたかな。こんな感じで、ね、カットしました。これ上の方ね、ここもう当たっていて、こんなにもこのままだとね、いい葉が出ないのと、あとこの辺、これは前動画、もうしつこいですね、動画にもしてありますが、害虫対策というか、お部屋のね、煙のやつを焚いた時に、その時に柔らかい葉、新しく出てきた葉はね、結構ダメージを受けてしまいました。その時に受けたのがちょうどこの時期ですね。これがなので、これは取ってしまおうと思います。そしてこの下ですよね、これ葉落として、水耕にしてもいいし、カットして、これ増やし方の話になります。まだね、20度あるからね、ギリギリいけます。モンスターの増やし方ちょっと軽くいきますね。カットして、水に足して、水耕もよし、まず1つ目。それとあと、もうちょっとね、私今カットしたの節と節との間ですよね。これモンスター切る時の基本ですから、忘れないようにね。あと茎伏せなんかもいいんですよね、この品種がたくさん欲しければ。それとか、この辺で切って2つに分けて、それでこの下の方ね、やっぱりちょっと寂しくなってしまっているので、ここに植えてもいいし、これはね、後でスタジオの方に行って、くまぱんと一緒にどうするか相談してから決めようと思います。というので一旦ちょっとすみません、こちらあげますね。そして冬前のお話にちょっと戻らせてもらいます。くまぱん園芸、例えば植え替えシーズン、私が一番いいなと思って推奨しているのは、だいたい5月、春あんまり早いとね、うち寒いからかな、ちょっとまだ起きてないので、モンスターさんもまだ休眠から起ききっていないので、5月ぐらいがね、一番いいと、よくお話しさせていただいています。でギリギリがね、大体9月秋の、ギリギリ。あとでも最近はお部屋の中、冬でも暖かいお宅多いですよね。でしたら、今もね、10月、もう一応ぐらい10月に撮ってるんですが、20度あるので、こちらの鉢なんですが、私のようにじゃなくて、ただサボってる方もいらっしゃいますよね、植え替えを。
だいたい 1,2 年に1回はモンステラ植え替えた方が良いかなと。成長がね全然いいと思います。ところがこういう状況でしたので、この鉢は確か私の記憶ではもう 4,5 年植え替えていないので、今回やっとこれだけ短くなって動かせるので、ちょっとね根はねこの時期だからあんまり動かさない方がいいので、周りそーっと土増しぐらいの感覚で後でね植え替えてあげようかなと思っています。あとそうですね、これ質問の中で多いのが、モンステラの葉っぱが切り込みが入らない、いくら育ててもと困っていますというご質問いただきます。これなんかちょうどいい例になると思います。これね、これがメインで出てて、これの裏からもう一本ね、後ろからねもう一本出てきています。でこちらの方ね、本当にやっぱり窓が2箇所ありますが、この部屋この辺はね、どうにかね、どうにか日が当たるんです。あんまりいいんだけど当たるんですよ。で、ここは裏側になってしまって真っ暗になっていたので、育成ランプで、補助光を一生懸命この辺に行くように当てていました。そして初めの方はね、この辺全然ね切り込みも入らない派でしたが、やっとこれだけ1枚2枚3枚4枚目でやっと切り込みが入ってきました。で、次もね入りそうな雰囲気です。なので今回またカットしたんで明るくなったので、いい感じにいくかなと思います。トマパン園芸。それからあと、そうですね、冬越しよくご質問いただくのに、ちょっと待ってね、今持ってくるね。これ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 と、ちょっと大きさあんまり良くないんですけど、あれ何か通ったこんな感じですね。例えばよいしょ、これちょうどいいんですね、説明に。今ここでこのようにね、ザクッとカットしましたよね。そうするとその下の節からこのようにね、こう葉がね出てくるので、例えばこれ今切ったら今度この辺が出てくる予定です。なのでこの辺がふわっとも、ボリュームが出ればいいなと思って、このような切り込みを切り戻しを今回しました。これもそうですよね、こんな感じですね。で、問題はこのようにまだ小さめの鉢の場合、冬越しの場合、私はね20鉢、これちょっと大きさがねギリギリなんですが、20鉢などおすすめしています。鉢の周りにもう一回り大きい鉢を置いて入れてあげる。20鉢でねお部屋の中に置いてあげるだけでもね、全然違います、調子がいいです。トマパン園芸。あと窓際に置いてある観葉植物はいませんか？モンステラ以外も、モンスターもちろんモンスターもです。昼間はついついね、できればと思って、太陽がちょっとでも当たればと思って、あのようにね窓の近くに置いていますが、夜間お休みになる場合、窓際ってね結構ね気温が下がります。うちがいけないでしょうかね。うちは木造でとても古い家なので、東京なんですが、もうだいたいもうね3度とか2度とか恐ろしい温度になります。外より寒いと友人には、あなた外で寝てるより、ここ寝室ですが、外で寝てるより寒いとからかわれることがあります。なので窓からね、ほんとねピッてってね10センチぐらいね離してあげることをしています。それで朝になってまたシュッと窓際に移動させてあげます。ほんのちょっとした手間です。手間ってことじゃないですよね。ほんとね、このちょっとしたことでもね、全然ね温度が違ってね、冬越しが楽になります。あとそうだな、あと水やり気をつけてください。気温がね今20度あるからいいんですけど、もう15度10度ってもうフフフって、最近の日本の気候難しくて急に下がってきますよね。そうするとお水急に吸わなくなってることもあるので、1週間に1回とかそういう水やりはやめてください。必ず持ってみたりして、軽いかどうか、そして軽ければあげるときに、できれば私は活力剤、最近ねこの辺のこういうね活力剤を入れてね元気になってくださいと。肥料もうね、冬休眠に入る頃は肥料はあげないで止めて、活力剤をねお水やりの時にね一緒に入れるとね調子がね上がってきます。それですいませんね、今日バタバタして、そんな感じで、あと冬越しね、あとそうですね、地面に直接置かない、
これもどうなんだろう、またうちは古いとかもう言いたくないんですけど、床暖房とか入っていないので、うちはね床もすごい冷えます。なのでできればね、ちょっとねこうよくありますよね、動かす鉢、重い鉢を動かすにローラーがついた台とか、ああいうのの上にちょっと置いてあげるだけでもね、効果がありますので、そんなようにね直接地面に直置きはしない、このぐらいだけでもね全然違うと思います。まだ他にもね冬越しね、本当の真冬になったらもう冬越しの動画ね、またバーンとお話ねさせていただこうと思います。ということで今日はすみません、まずはねくまパンがねもうそろそろねお友達と遊んでるのはねおやつの時間で帰ってくると思うので、この品種ちょっと欲しがっていたので、見せびらかしながらこれどうするってちょっとね行ってこスタジオに行ってこようと思います。ではまた後でね。あこんなおかしいですよね、モンスターを持ちながら話すなんて。モンスターはねご質問たくさんいただきます。なるべく動画にしてお答えしたいと思っていますが、答えきれないかったり今回入らなかったり、あとまだ他にも私コビに聞きたいモンスター困ってますなんていうことがありましたら、ご質問ね動画のコメント欄にお待ちしています。次ねまた冬越しとかねモンスターの動画を撮るときにね皆さんのコメントを必ず読ませていただいていますので、参考にしてね、動画をねこれからも作っていきたいと思っています。ということでくまパンね短期なんでね、待たせるとねまたプリプリ怒るのでちょっと行ってきます。またね、バーイ。くまパン園芸。パンヌパンヌ何してんの、ほら見てよモンスター切ったのよ私。それも何やってたのこれ、あこれおっおっとっとの何、パンダに会えるかもしれない、全部23種集めてみようって探してんの、パンダ探してたの、やだー会えたのそれで。パン皆さんこういうパンヌは今ので分かりましたよね、私がいない留守の間こんなようなことしてねこの子は一人で遊んでいることが多いようです。ということでパンヌちゃんこれはいい。で問題はこれです、パンヌ見て見て、今ねずっとほら伸びてたモンスター切ったんだけど、これどうする、この辺で切って2つに分けて水耕にして根が出たら土に今の鉢と一緒に植えるとか、あとそれとも どっちがいいかな、この辺から切ってみる後で。そうだね、この辺で切ってで、まあ水に挿してそれから考えようかということでこれで切っちゃいますね。よしよしよし、ポンで下の葉とかもね、これもうちょっとさすがにここポンと取っちゃいますね。でこれこれどうします、皆さんよいしょ、今日ちょっとこれ水差し今持ってきました、これにこうやってこれ根が出るまでっていうつもりで用意したんですが、まあこんな感じでねちょっと水耕を楽しみながらちょっとよ根が出るのもいいし、そっち行こうか。でこちらです、すいません話もたもたしてます。こちらのこういう葉っぱ、これちょっと違いますけど花瓶なんかにこうやって刺してお部屋に飾っといたら可愛いですよね。なので私は結構ねこうやって一緒にね飾ったりすることも多いです。ちょっと傷んでる葉っぱね、よいしょよいしょよいしょ、こんな感じでこれでねまたね植え付けとかいろいろやって今後また動画うまくいったうまくいかないわけないよね、うまくいかなかったら大変だよね、また動画かモンスターの動画作っていきたいと思います。パンヌ映ってる大丈夫ということで、この動画を気に入っていただけましたらよかったよの合図にいいねをしてお知らせください、チャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ブログやツイッターも書いていますので、よろしければそちらの方にも遊びにいらしてください。ではまた次の動画で皆さんにお会いできるのをくまパン王子も私もとっても楽しみにしてます。またねー、バーイ、くまくまパン、またねー。
マパン園芸。